なんと、平原塩田を紅葉が取りましたね。高村教徴税強化。木塊に高村教配置しよう。紅葉は取ってしまったな。紅葉は炎章と戦っていたのか。ミャグラをアップグレードできるか。まあいいか、今はしなくても。季節固有の部隊の配備訓練図を上げておこう。面白そうだ。右北兵、お、こちら食料生産を上げることができる。さらにグレードアップ。さあゴー。紅葉が塩田を取ってしまったが、さあちょっと様子見だな。ここはどうなっていくか。孫策の死、孫家の長である孫策が狩猟中に敵軍の埋伏にあったとのこと。矢が頬を貫き、その傷が元で間もなく亡くなった。孫策、倒れたか。では、平原を奪いましょう。これは、大型町。ん？味方増援もいる。よし、委任戦闘。占領で。This belongs to us now.平原は大型町。了解。転換しましょう。考えつき農場。この食料交換所はメリットあるのかな。よし。ああ、平原の塩田欲しかったな。また密偵を提供に送り込みますか。あ、今帰ってきてる途中ね。了解。お、改革が選択できる。騎兵が強いのはどれかな。これなんだろう。体験騎兵。まずはこの精霊軍目指すか。違うな、この辺りも私塾教育。あ、ここもしまった。まあいいか。さあどうなるかな。こういうの動きが気になるが、和平協定炎章2000のお金を支払うと。まあいいか、いつでも戦える。いいでしょう。劉備徴用とは平協定、炎章高村さんとは平協定、帝京関水に対して宣戦布告。高村職レベル4、いいね。
こちらはなんだ、任務のアンロック、安定。この戦士は長く戦うほど強くなる。鋼の執念。おお、ちょっと待ってね。精度。これはもう持ってるわけではない。まだ持ってないか。しかし、どうしようどうしよう。ユニットへのボーナス経験、毎ターンプラス25って。すごいな。いや、これでしょ。あ、これはもう持ってる。いいね。じゃあ今回は、この鋼の執念を適用させましょう。食料は13、よし。課題の農地を狙っていこう。あの舞台はもう無視していいだろうな。いや、まだ、まだ、舞台を設立しようか。総金艇はまだできない。あれ？金なんとかさん。あなた、炎将軍にいた方じゃないですか。ものすごい強いけど、行状戦士、行状戦士。どうしたんだ？解雇されちゃったのか。では、ホーさん。今度は、帝京の子に行ってきてくだされ。短首領。広域協定、回復。いや、もちろん。ありがとう。情熱対静寂。C 枠、例えば地を平らかにするがごとし、一籠を開けただけでも止めてしまわない限り確かに進んでいる。しかし、父とした進み嘆きより精力的な行動を主張する人々もいる。二つの意見に優劣はあるのだろうか。あなたが考え続けている間、その場は静寂に包まれていました。意気揚々。原稿。こたびは、角川先生の意見を採用しましょう。おー、高尊さん、さらにレベルアップ。すごいすごい。ラッシュ。疲労しづらい。移動速度、突撃速度、最後の追い込みをかけて戦いの終結を早める。疲労抵抗、自分の舞台、危機とはすなわち天気である。おお。ラッシュ面白そうだな。ラッシュ使ってみよう。さあ、この舞台は、どこまでさまよっていくのか。では、我らは進軍を開始。帝京を城東まで追い込みましょう。
Who is at the gates? 鋼鉄の鎧。装備できない。了解。Tolerance is the best. ああ、営業で当便拒否じゃ。You reject our generosity? You are a threat that must be. 何？超縁が宣戦布告か。こいつはまずい。何がまずいって、ここがまずい。宋金帝殿、太子少慶、すごい名前だ。宋金帝殿、舞台を設立。招集かけましょう。土兵を二部隊。武人はいないか。長遠が攻めてきたか。ん？この部隊は傷ついているな。関心？どちら様ですか？故障？李将？こちらはおそらく中東軍が手強いのでは、やはり叩きましょう。1000約、味方は2000、戦闘開始。おお、ここが農地か。なるほど、畑が広がっている。味方はどこから到着してくるか。ここか。我が部隊だけで、高村さん軍団だけで今回は勝てると思うので。敵が撃って出てくるな。よし、海隊前進。騎兵の援軍がいる。うん、敵将を討ち取った。え、敵将がすでに討ち取られた。見てなかったな。当たっちゃったのか。投石機の石に。Our success looms large. Attention. The time has come. Quick march. さあ来るぞ。ん？もう一人も討ち取った。だいぶ敵軍は傷ついていたんだ。いや、今回は このまま前進するか。騎兵間に合うかな。包むか。ゴーゴーゴー。よし、この弓兵の塊に向かって騎兵突貫。いいね。将軍たちは出る幕ないのでは。こちらの部隊に行こうか。
いいぞ。追わずともよい。終わったかな。いいね。弓兵射撃中止。I shall revel in your destruction. I will crush you for this insult. Horses, stand ready. ほぼ終わりだな。よし。勝利。Be immovable.And victory is yours. さあ敵将は全員戦死。暗殺未遂。何？都市を占領した後、あなたは新しく併合した剣の役人との会議を手配した。審議の最中、参加者の一人が突然刃を抜いてあなたの方へ駆け寄ります。目は殺意に満ちており、彼の意図は明らか。ドッチザアタック。有名敏将。ん？人物不詳、高村さん。ハイド。隠れるってことかな。これ何だろう、どっちだったか。ちょっとお待ちください。はい、今手元の資料、英和辞典で調べると、こちらはかわしながら攻撃する、ドッジザアタック、デフレクトザブローというのも、まあ、かわしながら一撃をかわすという意味みたいですね。ドッジザアタックがなぜか選択できませんので、デフレクトザブローにしますか。よし。友人、各家と高村職。いいね。高村職と原稿、電解原稿。劉備、関係終了。高村職と電稿。さあ、長編か。農場を獲得。農園、いいね。すごくいいね。アップグレードして。帝京の軍勢が迫ってきている。何をしに来ているのか、さっぱりわからんが。はい。では、炎症というか、帝京ですね。帝京の課題を占拠。次は行を狙っていきたいですね。あ、もう炎症か、ここは。小型上流。そして帝京の勢力を上等まで追い返して、対帝京、対長炎ということで、次回は挑んでいきたいと思います。では、今夜はこの辺で失礼いたします。ご視聴どうもありがとうございました。おやすみなさい。